池江島宮城島偏座島浜東島浮きバル島南浮きバル島余津半島やぶち島津県島,島,島沖縄本島海中道路近湾中城湾余津半島と余津諸島の地図池江島は沖縄県潤間市に属する島で沖縄本島中部の東部海岸に突出するカ連半島の北東約 10km に位置する面積1.72平方キロメートル 周囲7 4 9トルの島で、琉球石灰岩に覆われている。沖縄諸島のうち、余活諸島を構成する、太平洋の有人島で、近湾の東側に位置する。2017年5月現在の島内人口は230人、世帯数は109世帯。全体としては、長さ約2トルの北東南西へ向いた、長方形をなし、 最高標高は49メートルで、島の南西端の独立した丘陵が最高峰となる。そこに、池江、グスクが鎮座し、グスク時代において、この丘陵は、離れ小島であったと考えられる。その後に、サスが形成され、池江島とつながる、陸江島となったとされる。この丘陵を除く大部分は、標高約25メートルの平坦な地形をなし、 北西から南東に向かって勾配が緩やかである。島の東海岸以外は、標高約20メートルの海食崖で囲まれ、海岸沿いはアダンの木々で取り巻かれている。池江グスクの石灰岩丘陵には、大浜坊や黒継琉球土鳥餅が自生している。池江島と宮城島との間の海峡は、風紀汁水道と呼ばれ、潮の流れが速い。池島は、 池江の地区のみで構成され、島の南側に集落を形成している。琉球王国時代の池江村は当初、カツレンマギリに属していたが、1676年に西原マギリ、同年には平田マギリ、そして1687年からは与那ぐスクマギリへ移管された。琉球処分で沖縄県が設置された後の1896年に中上郡、 1908年に道群与那城村の大技、池江となる。道村は1994年に調整施行して、与那城町に2005年4月1日に近隣の自治体と合併、解消し、るましとなる。方言で池江は一といい、池江島は一島、一離とも呼ばれる。東、女観巡の南東風土記では一は、 はるかに遠いという意味で説明しているが、生き生きしからの由来とも言われる。小法国絵図には、池島、ペリー帝徳沖縄訪問記には、池井島とある、中原遺跡入り口。発掘後は、遺跡の復元、整備を行い、史跡公園として、一般開放されている。池井島には、海塚時代から、グスク時代の遺跡が多数発見されている。 1986年8月16日に国の史跡に指定された中原遺跡は島の中央部からやや西寄りに位置し南北約50メートル東西約100メートルの範囲に及ぶ1978年に標高約20メートルの平坦な土地で遺跡が発見され翌年から本格的な発掘調査が行われた 約2500年前の海塚時代中期の集落跡で石垣で組まれた縦穴式住居跡19件とその住居跡を利用した室内墓も検出された。また土器や石符、サメの葉から作られた装飾品も出土している。遺跡から約300メートル離れた海岸から流出する犬名川で生活用水を確保していたと考えられる。 池江島の最南西部の池江グスクは琉球石灰岩の登場部に位置する。おもろサウシには池のも陸スク、海東諸国旗には池ぐそく城と記され、グスクの東側には野面積みにされた石垣が残存している。海塚時代後期の土器やグスク時代の陶器、東グスクの南側では白磁器の欠片が出土している。その他にも、 集落地の海岸近くに存在する池江貝塚や島西側に貝塚時代後期の池江大泊貝塚やグスク時代の遺構も確認されている。ある日、外貨から登ってきた犬が水で濡れているのを不思議に思った島民が、その犬が元来た崖下を探索したところ、水が湧き出ていたという。島を襲った干ばつから農民は救われ、 この泉は犬名川と呼ぶようになったという。池島に上水道が整備されるまでは、遠泉が唯一の水源であった。二十歳の多い島であったが、島中央部の大泊線と西海岸の犬名川という一線周辺に水田があったとされる。池島は長期にわたって水不足に悩まされることもあり、 1825年に犬川へ通じる道路が崩落し、隣の宮城島から船で水を調達しなければならなかった。その後の1830年に犬川への道路を修復、さらに1861年には、ため池や灌溉用水路の整備も行われた。しかし、外貨と地上までの約150段の石段を往復するのは、 重労働であった。この心情を読んだ龍河が、以下に残され、水汲みの辛い池島に突合かと苦悩している歌で、ある。戦後は、沖縄本島から、上水道が敷かれるまで、犬名川からポンプで湧水を汲み上げ、アメリカ軍と共用で使用していた。この泉は、1995年6月14日に、うるま市指定文化財に指定された。 池入り嫁やなり星やや明日が犬中和の水の組のアグで分け、池江島の嫁はなりたくはあるけれど、犬中和という井戸から水を汲むのが大変難儀で、どうしようかと心が迷う。読み人知らず、竜火前週871週目、ノンヤルフ氏命時以降は、ヤンバル線を用いて、北は国神や奄美群島、南は先島諸島まで交易範囲を拡大していた。 その縁で、国神村の安田や安倍地区との交流を行っている。大正末期から昭和初期にかけて、養産業が盛んであった。沖縄戦終結直後の1949年までは、島で定められた規則に反した者は、札を持たされ、次の違反者が出るまで、毎日2000ずつ徴収していた。1967年に、アメリカの石油企業ガルフ社は、 池江島と隣の宮城島を石油基地建設の予定地として検討していた。備蓄施設を宮城島に、また西油省池江島に建造する計画で池江島の島民はガルフ社誘致に対して積極的であった。しかし宮城島では賛成、反対派に分かれ、その後ますます両者は対立し、しまいには双方による障害事件にまで発展した。 反対派へ説得を試みたが、合意は受け入られず、宮城、池江島への誘致を断念せざるを得なかった。後に、ガルフ社は、平安座島への進出を決定し、石油基地の建設、創業を開始した。1982年に宮城島と池江島を結ぶ、池江大橋が架橋された。1902年に隣接する、 宮城島の宮城神城小学校から独立し、池江神城小学校が設立され、後に池江小中学校となった。しかし、平安座、宮城、浜日賀を含む4島の小中学校が廃止され、2012年3月31日に、閉校翌月には平安座島に、るま市立、綾橋小中学校が開校した。その後の2016年4月には、 旧池系小中学校の校舎を利用して、角川グループが、N 高等学校沖縄池本校を開校した。犬名が県名川から見上げた、石段記念碑、犬名川由来記きう、るま市立つい小中学校池,池漁港を望む。東高の浜辺では、過去に造船が行われていた。池江島は、反応反漁の島で、トウキビを、主に生産している。 他にも、メロンやスイカ、ピーマン、トマト、さらにハタバコも栽培されている。1979年からは、土地改良整備が行われ、整然と、区分けされた農地を、上空から見える。1981年の池江漁港における、漁獲港は、約15トンで、アジタイイイカなどが水揚げされ、モズクやマダイの養殖も行われている。 また、島北西沖に、沖縄県唯一の低地網の魚場があり、カツオ漁が盛んである。昭和初期は、獲れたカツオをカツオ節に加工する工場があったという。池江島が追い込み両発祥の地であるとする説もあるが、確証はない。島西海岸の池江ビーチと大泊ビーチは、海水浴場として利用されている。島北部には、 アメリカ軍の保養施設を集築したリゾートホテルが存在したが2012年2月に閉鎖された2013年に施設は別の会社に引き渡され隣接するサーキット場の当該者に移譲された沖き手でない上足木、自賀修羅日の新池江港から望む池江ぐすくかつての池江島では死者の命日やお盆に祭祀を行う習慣がなかった ため、1769年に役人が祭事を始めるよう指導したという。その際、遺灰を官主と見立てて祀ったとされる。琉球国由来期には、池江島には三つの宇多木が存在し、これら宇多木で取り行われる祭事は、島内の野炉により管理されていた。おもろサウシには、池江ぐすく近くの海岸で船の浸水式を見事に、やり遂げたのを見て褒めたたえる。 おもろが残されている。池江、グスク北側の海岸は、イビヌクシと呼ばれ、祭祀が催されたが、その後は、池江ビーチとなっている。当地では、ハーリー、豊作宝稜を祈願する薄デークなどの行事が、開催されている。池江島とサスで繋がる、池江、グスクへの参拝は、付近の池江港から要配する。また、上足上は 海から訪れた神をもてなす場所とされ、他にも神を祀る、沖手伝内や、地頭尾乳神は、もともとは、活連半島で歌われた民謡で、池島やその周辺離島の情景を歌詞にしている。宮城島から見る池江大橋。池江大橋が完成するまでは、沖縄本島の焼け名港から船で、片道約2時間を要し、宮城島北東部の池谷寺港から、渡し船が出入りしていた。 1977年に架橋準備に関わる調査が行われ、1979年に着工、1982年に池大橋が完成、開通した。橋の長さは約198メートルで、走行費は約10億円に上った。東橋の完成により、沖縄本島から平安座、宮城島を経由して、自動車での往来が可能になった。 また1997年には、浜比賀島と平安座島を結ぶ浜比賀大橋も完成したため、浜比賀島との間も自動車での往来が可能になっている。るま市では、本島の焼けな地区とこれらの各島を結ぶ路線バスを運行している。ありがとうございます。